皆さん、おはこんばんちはです。パパスです。今日はね、ちょっと前に出してるんですけれども、エブリーさん、新車エブリーさんでギャーギャーやっとって、これな、ちょっと社長撮ってくれてるけど、ここの対策品を社長が今回はできましたので、やっていってもらいたいと思います。できてない、まだできてないからいずきだ、これ撮るだけ撮ってへんの、開けられへん、もうやな、あ、まだちゃんとあるよん、はい、これがほんまここに持ってくれたら、こいつをシリンダーに、うん、下に下げて、ね、うん、棒や棒、うん、はい、ここまでは、うん、とりあえず前回と一緒です、うん、まあ、窓はな、はい、もうええからアンチ来たら言えへんから、あげとくわな、はい、これを四角やね、はい、な、そうやな、うん、四角やから、うん、ちょっと無理があるから、もう丸をどないかしようかなとこう思って、はい、丸をまあやってみて、はい、あ、入ってる、うん、まあ、ハンドルつけへんかったら別に入んでそこか、まあ確かにな、うん、そこだね、だから、はい、やっぱりここがほら、もうここ切ったりしたらいけるかもわからんけどな、うん、四角く切ったらな、うん、当たると思うな、ね、ちょっとオフセットしてるから、はい、ちょっとこっち側に寄ってんねんな、うん、うん、この前見てもらったけど、うん、これな、うん、こっち側ベタに寄ってるやんか、はい、鍵の穴の方に寄ってるので、ちょっとあかんから、うん、だいぶ切らなあかんやな、そこやな、でも微調整、うん、そうそうそう、だからちょっとこいつを、はい、これこっち側くらいで、終わっちゃった、手3本得ることは手3本得ることはチンコ使わない、ああもう言った、もうだからチンコ使わない、もういいまた言うた、もう消さなんかいやそのまま行くけどな、うん、痛ないのそれ、うん気持ちいいぐらい、よしそっから使って大丈夫、使い見ちゃったな、社長、よかったな、奥の手ふにゃふにゃやけど、まあこういう時にはな、はい、はい、これを、うん、こっち側の方がちっちゃいから、はい、外より、うん、だからこれを、まあ、こっち側から入れたら、ちょっと増しちゃうかな、たぶんな、うん、うん、まあ、これでうまいこといくかどうかまだ分からへんで、ね、これが合うんちゃうかなと思ってな、はい、で、こうなる、うん、だから、うん、入るか、こっち側に、はい、いやいや、もうほとんど全部やなまあ今これで当たるかどうか、はい、まあ何個もあるからな、うん、10個セット残ってるから、とりあえず全部これ穴抜くわ、 OK、 ちょっと切った、うん、見えへんから上切った、ほんまは、はい、ちょっとこっち側、うん、半分側切って、うん、ちょっと食いつくぐらいにしたかったんけど、はい、まあ、ちょっと試作いうことで、はい、うん、このまま行こうか、 OK、難関が、はい、こう入ったら、うん、こいつがな、ここがここに当たるってことで、はいはいはい、な、うん、そこをまた削らないからね、そういうことな、この微調整が一番大変やな、
まあでも、うん、ちょっとでも隙間が少なくなればなるほど、はい、そうですね、うん、隙間がなくなればなくなるほど、はい、水の入りが少なくなる。うん、こいつは入るとみたいな、いい感じ。こいつがこっち照らす。お、来た。お、こうは当たって浮く感じになる。ああ、うん、分かるよ。ゴムの分、はい、せっかく穴が埋まってるところがちょっと開くっていうね。くそ、こいつね、いい感じやのにな、うん、サイズ的にはやで、うん、こんな感じ。今あそこの部分を切ったとして、はい、押してくんねやろな、向こうのやつが。ゴムやか、でもキュッと締めたら、いや、キュッと締めたら、ただこっちに寄ってくるから、ね、隙間が広がり難しいな、な、あってな、あるな、うん、はい。あ、でもこの縁の部分だけやから、うん、これでも切ったらあかんやろ。あかんと思う、これ、うん、いや、ゴムで締めたら、うん、で、ほら浮いてるわ、ほんまや、肩やろ、うんうん、これがやっぱりサイズが、まあ、ここのサイズが上側に足りてない、ね、うん、ほんまやな、引っ張られてる、うん、せやろ、うん、浮いてくる、引っ張られてる、ほんまやな、ね、ほんまやな、今こんな感じね、うん、ね、うん、こいつはやっぱり四角にしてもちょっとここの距離がな、肉厚がありすぎて、うんうん、肉厚がちょっとありすぎて、薄くする、じゃあその分できへんな。まあ、これは試作品やから。そうやね。ちょっと、ちょっと、この当たる部分を。怖い、社長で。うん、これ、皿の方が入ってる、ね。よいしょ、うん。うん、こういう感じでちょっと切って。うん。こっち切っても、まだ上と下を切らないかな。そうやな。中かを切らないな。うん。だから怖いやん、これな、うん、こんなくらいな、すごいとこで作業してます。あ、これいらん車やからね。そうです。まあ、こういう感じでほうほう、ちょっと切ってこんな感じ、はい、うん、まあ、ほんまはもうちょっとちゃんと切らなかったね。ここの縁がちょっと切りにくいな。柔らかいそこ、まだもっぱつ、うん、まあ普通の人がやったらだいたいやりよるなみたいな、分かりやら、手切るなってあれやろ。そのそれぐらいの切りやね。よいしょ、
ゴムやからやっぱりくっついてくるからな、うん、そやな、どんだけあれしても意味ないんちゃう。また微調整していきます。この上がな、あんまりやったら切れてしまうな。これぐらいにしようか。はい、うん、ここ切ってしまうと意味がないねんけど、切らなしゃあないもんな、うん、できるだけつながった状態がいいですけどね、うん、そら、うん、ここにこの物体がな、うん、だから結局ここはない状態になってしまうな。まあでもここがない言うても、うん、ここはひょっとしたらそれがあるからあんまり入れへんかったね。ああ逆に、うん、うん、こっちから押せたらええんだけどな。そこやな一番はな。うん、これでバッチリ、これでバッチリやけど、こっちが今多分出てきてるからね。ほんまや、こっちから入れ込んで、こいつがやっぱ弱なってきてるな。はい、あとはだからこの引っかかりが、引っかかりでむしれるもんな、これ。ほんまや、むし、待てや、もう一回してるもん。な、ああ、むしれてるな、やっぱ。だん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 。抜けてきちゃった。やっぱ薄くしすぎたらあかんねや、止まらんねんな。いや、もうちょっとほんまは穴開けなあかんの、ほら。こういう感じで。なんかいい例えない、これ。なあ。だからストッパー、はい、この形で、うん、今ジャスト、うん、これをもっと薄くして何かで押さえれるようにね、はい、できたら OK だね、うん、じゃあ前のオーリングの応用版みたいな感じにな、薄くじゃあこれをピンチ押さえが効いたらボンド以外でな、そうそうそう、はい、あ、上げるとやけどこの状態で入るからな。いや、ちょっと力が、あ、何で、オッケーオッケー、何何、あ、こういう状態よ、わかる、あ、めっちゃ光ってるな、光ってる、上からもろに入るもんな、出ますね。でも押さえると多分、はい、押さえると多分、はい、アウターハンドルがあかんくなるな、動けんな、はい、これを押さえると、はいはい、こういう感じで、そう、オッケー、ちょっともっぱらあかんやん、置いたまんまや、うん、なんとかこのスコスコでアウターハンドルが動くし、押さえも効いてる状態。こういうゴム系はあかんかもからな。まあ摩擦がどうしてもね、うん、生じますからね。うん、濡らしたらいいんちゃう。いや、簡単な方法はね。何何何？うん。簡単な方法はめちゃくちゃ。うん。まあ方法はないかな。最初はと。どっちみち入るもんな、うん、まあもまた考えようか、 OK、 試作品第一弾は、うん、失敗そういう時もあるよ、うん
惜しいとこまでな、はい、いやもっといろんな材質があったらやけど、ね、今回はそうゴムでやったけれども、まあちょっとまた何やかんや社長が考えて、うん、あの思いついたらねまた動画アップしていきますので、よかったら皆さんも参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。